競争なんだし、そうしたら前も競争なんだよね。舐められないようにするにはおばあちゃんの得意分野。めっちゃ美味しい。いちごジュース飲む。ありそうでないのがお金。なさそうであるのが借金。乗り越えたらいいことがあるかもしれないけど、それをもうしたいとも思えない。生きる予定がないから。彼氏のモラハラ。家の中に分かった。リンクを作る。お金なんてね、紙。気分なんて落ちたり上がったり止まったりするのが人間じゃない、生きてるから。おばあちゃんがプロデュースしたおじいちゃんに惚れたってことは、おばあちゃんに惚れてんだよね。最大の親孝行はマリアと妹を産んだことだと思う。本でも見つけあるじゃん。お母さんもと読んでたよね。自由価格。社会に馴染めないじゃなくて、自分に馴染めてないだけじゃない。みんなと同じが嫌だっていう意見がもうみんなと同じなんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。競争なの私。そしたら前も競争なんだよね。あ、そうなの、はい、だからみんなとは競争って、私おばあちゃんのこと言う。欲しいものは全部天から降ってくるんだ。そう、同じこと言ってんの動画で。欲しいものは宇宙が抱いてくれるっていつも言ってんの。やった、もらった。これ出してくれ。ありがとう。祥福という気持ち、お年玉。ありがとう。タツ、タツ、これもやって。おばあちゃんがお年玉くれた。可愛い。タツ、どうしよう。買いに行ったんだ、浅草まで。あ、そうなの。七五三の時のお写真をもらいました。もう YouTube でみんなが待ってる、おばあちゃんの話は。本当に、例えばどういう話なの。彼氏がいないとか。あ、そうそうそう、なんか周りがみんな結婚して焦ってるんですみたいな。 どう思いますか。焦ることありません。結婚だけが人生じゃないし、あなたが一番遅かったら一番素敵な人が待ってるわよ。めっちゃ美味しい。いちごジュース飲む。これ有名なんだって。占いを信じますか。占い信じない。でも今さ、水亀さんの運勢めっちゃさ語ってたやん。それと YouTube のさ、見出しと中身が違うの。すごく見出しがすごくて見たら全然そこに触れない。すぐコメント入れたわ。あなたのは決して見ないって。何これ、詐欺みたいね。再生数稼ぐために。だけど二度と見ないから同じじゃない。そうそうそう、継続は力よ。その通り。あのサムネイルよりも中身の方が面白くなるっていうのを心がけてんの。おばあちゃんさ、赤と緑の服しか着ないって言ってたけどさ、珍しくベージュだね。初めて買った洋服が。なんでおばあちゃん赤とかさ緑とかなんか奇抜な色しか着ないの。好きな色着てたらそういうのだったの。わかる。あなた洋服なんて山ほどでしまいきれないんじゃない。全然ないよ服。だってしょっちゅう買ってんじゃん。買ってない買ってない、もう全然買ってないよ服。カメラとあと海外だね。全部 YouTube 用にお金使ってる。でもそれはさ、うん、自分に投資だからいいと思うよ。舐められないようにするには。おばあちゃんの得意分野、中学生からタバコを吸って真っ赤な口紅と真っ赤なネイルで教師にぶち切れてたんでしょ。舐められること許さないじゃん、おばあちゃんって。許さないよ。だって舐められないし。あとね、あの貧乏って何ですかね。いやさ、お金いっぱい持っててもさ貧しい人っているじゃん。あ、そうよ、心の貧乏ね。でさ、おばあちゃんってさ、なんかめちゃくちゃお金があるわけじゃないのにさ、うん、ご祝儀で100万円くれたりとかさ。心が豊かだから、うん、でマリアもそっちが一番大事だと思ってて、でも持っててもケチな人もいっぱいいるじゃん。持ってる人はケチよ。少なくなるのが寂しいのよ。だからいっぱい蓄えちゃうのか、うん、多分知らないけどね。結構ありそうでないのがお金。なさそうであるのが借金。
おばあちゃんの座右の銘を。お礼と仕返しはお早めにかな、うん、だっておばあちゃんめっちゃ行動早い、うん、早いよね。 言われたことすぐやるじゃん。すぐやる。何でも行動早い。もう決めたらすぐやんないと。あの世の中なかなか行動できない人が多いの。置いてかれるよ行動しないと。ね、でも勇気がないですっていう人めっちゃいるの。どういう風にしたらさ、その勇気持って行動できる。アップトゥーユー。アップトゥーユーもよく言ってたよね。笑いながら、弾けるように笑いながら、うん、ありがとうありがとうって言ってたら83になるのにすごい楽しい人生で、死にたくない。死にたい人めっちゃ多いね、うん、うつ病めっちゃ多いよ東京特に。いやそれはね、もう人生もったいないからやめて、生きててすっごい人生って素敵だし。でもさ、そのうつの時ってもう未来への希望をもう信じられないの。今終わらせた方が楽って思っちゃうんだよ。いやそれを乗り越えた時がすっごい素敵な、あの人生が待ってるから。でもさ、それを乗り越えて素敵な人生にしたいとはもう思えないの。鬱の時って乗り越えたらいいことがあるかもしれないけど、それをもうしたいとも思えない。生きる予定がないから。そうよね、うん、なってみないとわからないよね、その方の気持ちってね、うん、簡単には申し上げられないけど、うん、でももうなんていうのかな、周りの自分の周りのお父さんお母さん、うん、あとご兄弟のことをまず頭に浮かべて、うん、そしたらどんなに悲しむか、うんうんうん、そこからちょっと考えてみて。だからさ、その鬱の時ってさ、確かに自分が死んだら悲しむ人がいるのも分かるんだけど、それ以上に自分が悲しい生きてると。じゃあ分かった、私と会おう、うん、だって死にたい人おばあちゃんが私と会おうだって、うん、でうちに来てもいいし、どっか行こう一緒に。だってそれで、うん、あの一日私と会ってみて、まだ死にたかったら死ぬ、生きる、どっち。でもね、おばあちゃんの人のなんか鬱とかをなんか笑い飛ばして治す性質がある、うん、昔から泣いてる人とかをなんかさ、すっごい元気にさせる。だってマリアも高校生の時もう辛くて大泣きしてる頃、なんかおばあちゃんに話したらスッと楽になるの。忘れたわそんな、うん、でもしょっちゅう会った。あなた学生の方と会ってる。会ってないよ。だってさ、小中高っていじめられてたって聞いたじゃない。誰が、マリアが、うん、あ、違う中学校の最後2ヶ月間と高校 の 1、2年だけ。それでさ、すごいお化粧して出てったよね高校の時、うん、めっちゃおかしいなさ、タヌキがさえ、だってさ、お手前やんとか言われてもチークを真っ赤にここに塗りたくって目真っ黒にして。それでさ、一番印象に残ってるのはさ、パパにさ、うん、ねえパパ、私さ、この制服でお化粧して、あの麦わら帽子かぶってって平気かねって覚えてる覚えてない。制服に麦わら帽子カンカン帽っていうの、なんていうの、うん、あ、カンカン帽好きだった時は覚えてるよ。麦わら帽じゃない、カンカン帽。頭おかしいね、不審者やん。私はさ、ちょっと母じゃないから黙ったわよ。母だったら言うけどね、ちょっと黙ったら父親が言ってたよ。自信持ってかぶっていけるんならいいんじゃないって。あ、すごい答えだな。だけど本当に自信持ってかぶってたらかっこいいと思うよ。かっこいいと思う、確かに、うん、自分のスタイルだっていう感じで、うん、だけどいじめられてる時それかぶればみんながさ後ろで笑うはずよ、ね、余計火に油を注ぐわけよ。待ってましたって。きっとさ、その頃の高校生の自分なりのなんか防衛だったんだと思う。舐められたくない、抗いたい気持ちでちょっと奇抜なことしてやろうみたいな路線を間違えたのよ。そう、おばあちゃんってめちゃくちゃ苦労人じゃん。すごい過去を持ってる、壮絶なさ、あの DV とかさ。あ、そういうのみんな忘れちゃった。そういうのを乗り越えて楽しく生きられるコツ。乗り越えてない、忘れちゃってんだ辛いこと。今日こうやって殴られてなんとかでってさ、顔なんてさもうこんなになってさ、顔面あれですって言って、一緒にさ警察行ったもんね、パトカーでさ。よく中学生の頃、あのおじいちゃんがで DV で暴れて週に1回ぐらい警察がうちに来て、だけど帰ってくるから嫌だって言ったのよ。ほら、あの預かる、ほら一月ぐらい刑務所に入れちゃうって言うのよ警察は、うんうんうん、だけど帰ってくるんでしょって言ったのしたらそうだって警察が言うの。私帰ってきた時のが怖いって言ったの。あ、そうだね、殺されちゃうよ
でもマリアにはすっごいおじいちゃん助かったの。じゃあさ、その結構そういうのに悩まされてる若い子もいて、やめればいいじゃん、彼氏のモラハラ。やめればいいんだけどさ、そう簡単にいかないこともあんじゃん、なんか別れられないみたいなさ。そういうのどうしたらいいんだろうね。難しい、若者の悩みってね、むずいのよ。やめればいいって分かっててもそう、なかなか別れられない。じゃあ自分も殴っちゃうとか家の中に、分かった、リンクを作るDV モラハラに悩んでる方は、ね、家の中にリンクを作って殴り合いをするといいっていうそれ、ね、すごいわね。なんか昔のさ、大正時代みたいな、うん、好きなのこういうの。そのさ、ごめん、一個質問思い出したわ。貯金ができないっていう人、しなきゃいいじゃん。でもマリアも貯金ができなくて、できないのよ。もうおばあちゃんさ、昔から貯金しなさいって言ってくるじゃん。あ、だけどね、すぐ使ってるの。もうね、変えた、それ言葉。そうなんだ。ごめんね、その時は貯金しなさいって。悩みがないの私ぐらい。そうね、悩みは特にないかな。今これ教祖と教祖のコラボレーションだからね。教祖の先輩だからさそうだね、大先輩の教祖だから。ただ時間を長く生きてると、その間に経験が山とあるじゃない、うんうんうん、だからいろんなこと言えんのよ。でもさ、ろくでもない大人もいるじゃん。いっぱい長く生きてるのに全然経験値ない人もいるよ。そういうのバカって言わない、日本語で運気を上げる方法を悩んでるお嬢ちゃまお嬢ちゃまお答えなんてね、ないかもわからないけどね、運気を上げるっていうの、自分がね、毎日毎日笑って、それでみんなにありがとうありがとう言っていると、それも1日じゃ2日じゃダメだよ。それを長くやってたら、はっと思った時に運気がすごい上がっちゃってるの。まあ、でもさ、実際感謝ってすごいさ、波動の高い感情だから、うんうん、それに包まれてると運気は本当に上がると思う、うんうん、お金がなくて辛いお嬢様、お金なんてね、紙、あんなのない方がいいよ。今お金がいっぱいある人が大変じゃない、政治家だってみんな、うん、あれお金があるからなるの。でもさ、持ってる人って奪われるよね、やっぱりね、うん、だからね、持ってない人はね、ラッキー。もうね、そう長くない間に日本の円っていうのも価値がなくなるから、もっと違うことに目を向けよ。家賃払えませんとかさ、現実的にその生きる上でお金がないとさっていうこともあるじゃん。そういう時はどうしたらいいの？それはさ、そのくらいは一生懸命働こうよ。五体満足で元気なんでしょ、ね、だからその分だけは、自分で生きていく分だけは一生懸命やろう。みんなやってるから。気分が落ちた時、気分なんてね、上がってたらね、もう本当気が触れたと思うよ。周りの人から見たら、あの人おかしいんじゃないって。気分がね、落ちたぐらいの時ってね、すごい素敵だから、他人から見たら神秘的に見えるもん。それをね、ちょっとね、優雅に使ってみたら、私は落ちてんのみたく。実際さ、その気分落ちてる時の方がなんか学びとかあるもん、うんうん、強くなったり成長するのも、自分を見直すのも全部気分落ちてる時。気分なんて落ちたり上がったり止まったりするのが人間じゃない、生きてるから。大丈夫大丈夫、そんなことで悩まない、頑張ろう一緒に。自分が他人におしゃれだなって思われるように、もちろん好きなものを着るんだけどのが一番だけど、その好きなものに問題があるのよね。とんでもない格好してる人たくさん見るもんねでもいいんじゃない、個性でさ、うん、もちろんそれを個性って言うけど、でもね、この年になって言えることは、ファッションは引き算から始まってくれる。みんなね、つけすぎ、うん、頭つけて、耳つけて、鼻はつけないか時々いる。全部敷いた時から素敵なファッションの自分の個性になるから。まあ、でも TPO は結構大事かなって思う。うん、そりゃそうよ。お葬式の時に真っ赤な口紅つけていっちゃったらさ、振り向かれちゃうと思うから。 TPO をわきまえながら、その環境でできる最大限の好きを表現していく、うんうん、で引き算と、うん、外見にコンプレックスある人も結構いた。自分の外見に自信が持てない、なんか人と比べちゃったり。それを個性と思わないのかな。今みんな同じ顔でしょ、うん、あなたの顔がね、一番素敵だと思う。
それを自分で早く気づいて自信持ったらね、絶対大丈夫。すごく素敵だと思う。会いたいと思うぐらい。自信よ、自信。自信持って。ソーシャルメディアで人、他の子のアカウントが見えるじゃん。みんな可愛いの。なんか自分の顔写真投稿してる子がいっぱいいて、みんな可愛いのよ。インスタグラムとか、あの顔の流行りっていうのもあるけど、顔の流行りっていうのがさ、おばあちゃんの時代なんてさ、流行りも何もないもんね。顔って作るものよ、自分で。人相だよね、顔ってね、うん、全部顔に出るから、分かるよ、うん、人を喜ばせることがすごい下手なの、うん、日本人、うん、うわー可愛いとかね、うん、うわーその口紅の色がいいとか、めった聞いたことない。思ってね、心の中では、うん、心の中で。で話しかける勇気はちょっとないよね、他人に、うん。人を褒めるのはね、真似したいなって思った。本当に。でもね、環境でね、マジで変わるから、うん、マリアもさ、日本いるときはその他人のこと急に話しかけて褒めたりしないけど、アメリカいるとき、フレンドリーになってきて、もうスーパーの店員さんとかに同じ名前だねとか言って話しかけたりしてたもん、自分で。そういうコミュニケーションが下手すぎ、日本人。まあそうだね、あんまりさ、知らない人と話す文化がないからね、うん、そもそも。でね、アメリカでね、今 YouTube でさ、このなんていうの、赤ちゃんの見てるとさ、もうさ、女って、女の子供ってさ、生まれて時から女なのよね。あ、女はずっともう子供から女よ、女、うん、あれを見て男がいかにかわいそうかと思った。でもさ、女の本質ってそれじゃない？精神力の強さ。なんかさ、戦国武将とかさ、経営者とかもいい妻いると成功するもん。だからあげまんっていうの。でおばあちゃんもさ、おじいちゃんのことプロデュースしてから、おじいちゃんがすごいモテるようになったって言ってたじゃん。だからさ、そしたら向こうの方行っちゃったね、プロデュース失敗しちゃった違う、プロデュース成功してるから、そういう男になる、いい男になれたわけじゃん。でさ、マリアこの前言ったと思うんだけど、それって間接的におばあちゃんに惚れてるんだよ、その人。あ、そうなの？だっておばあちゃんがプロデュースしたおじいちゃんに惚れたってことは、おばあちゃんに惚れてんだよね、おじいちゃんを通して。それも聞きたいわ、揚げまん力。そのさ、あの男の人をプロデュースする力、なんていうの、こう稼げる男にするとか、イケメンにするとか、どうしたらそういう風になる？褒めること。褒めること、うん、褒めてあげること。全て喜んであげて。例えばさ、1万円の小遣いもらってって、何こんなに稼いでるのに1万円ぐらいって思わないで、あー嬉しい、私にくれたのって言って。本当アメリカだったらハグよ。子育てと一緒じゃん。そうよ、子供なんだもん、男。大人の男のこと育てたくないんだけど。あの人間ってね、お腹にいる時に全部女なの。そうなの。だから胸がみんなあるじゃん、男、うん、あるね、うん、あれ女になりきれなくて、うん、ダメな人間がみんな男ってことは、男は女の欠陥品なんだ。そう。それさ、男性が見たらすごいさ、反感くらいそうだね。勝てるわけないの。じゃあやっぱり女は強いんだ。時々さ、ありがとうとごめんなさいが言えない人いるよね。言えない人ばっかりよ。言葉はただなんだから、うん、たくさん使おうね、みんな言葉、うんうんうん、お金かかんないよ、言葉には。え、じゃあさ、あの揚げまんじゃん、おばあちゃんって基本的に下げまんなのよそう。男をダメにする人ってどんな人だと思う？ああ、そうね、あのダメにする人っていうのは結局自分がダメにしてんのよね、彼を。そう、だからさ、誰と付き合っても同じなんだよ、そういう人って、うん、相手を変えてもまたダメをだったりして、うん、自分を反省することね。うん、見直してみて、どっかあるはずよ、うんうんうん、ここだっていう何かがあるはずよ。ありがとうが言えなかったり、ごめんねが言えなかったり、そんなこと、小さなことかもしれないけど、そんなことがあるんじゃない？相手をダメにしちゃう人って意外としっかり者だったりするの。なんかマリアも自信がありすぎた頃、男がどんどん弱くなっていっちゃって、ダメになって稼げなくなってっていうのあったの、経験が。強すぎてもいけないんだね。相手のプライドへし折るぐらい強くなるのも良くないんだなって思った。強くなって良くなっていくのはいいけどさ、うん、あんまり出さなきゃいいじゃない。秘めておく、秘めておけばいいじゃない。貯金ができないね、マリア自身も、うん、いいじゃない。 できたことがない、今まで。ある分全部使っちゃうんだけど、欲しいもの買うとか、欲しいものって何が買う？その時その時で違う。何千万稼いでも何千万も欲しいものが出てきて使っちゃったりするのね。へー、すごいね。だから貯金ができたことないんだけど、でも今困ってないの別に。でも結構なんか大丈夫で、その必要な分がなんとかなるのよ。そうそう、しっかり引き寄せられるの。いつもなんか間に合うのよ。どこでも生きていけんじゃん、物価安い国いっぱいあるし。ベトナムとかカンボジアなんてさ、
2万円ぐらいあれば使える。そう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 。いけば。だからお金ない人海外行けばいいのにってめっちゃ思う。そう、もうどこでも行ってきて。地球はどこでもいいんだから。だからそういう風になったことをすごく喜んでる。それはもううちの遺伝子だよね。みんな旅人じゃん。何しろ歴史は必ず繰り返されると思ってるから。戦争っていうのがないわけないと思ってて、男の子3人産んだ時に、うん、戦争だ、アメリカが地球を牛耳ってるから英語を覚えさせなくちゃいけないと思って幼稚園の時考えました。だから3人とも留学に行かせたんだ。うん、だからさ、パパもママも3兄弟じゃん。すごく珍しい家系だと思う。6人全員アメリカに留学してる、うん、昭和の時代に。うん、だからそのエッセンスが引き継がれてる。おばあちゃんってさ、人にあげるものはまだ自分が欲しいと思ってるものにしなさい。何回も教えてくれた。自分今でもしても、例えばさ、みかん2つあるでしょ、うん、選ぶもん。ダメだ、こっち腐ってる、なんか変、こっちが大丈夫、ただこっちあげる、うんうん、靴を揃えなさいってしょっちゅう言ったと思うけど。言ってたね、靴揃えてる、いつも自分の方に向けて揃えてる、うん、ほいで、あのよそのうちをお家お邪魔した時によその人のも全部あの突き当たりです。おばあちゃんさん双子と付き合って、あ、そうそう、双子付き合ったんでしょ。そう、どっちとも付き合ったなんだっけ名前、アツオとタコミロンガ、ミロンガヌオーバー。ここもいって、じゃあどうぞ。古本屋すごい楽しいよね。わあ、なんかいいね。一級映画ポスターだって。映画ポスター。勝ち新太郎って。昭和レトロな感じで。勝ち新太郎。知らない。そうなんだ。日本みたい。あ、知らないな。すごいね。アンネの日記あんじゃん。あ、アンネ。おばあちゃんめっちゃ読んでたよね。星の王子様なんだ。え、星の王子持ってる持ってる。かわいい。絵本自動車だって。うわ、なんかな、え、見て、この古さ。すごくない？これ何？ピンクレディ？わかんない。おばあちゃん本何冊持ってたっけ？何百冊？だってもう家にいたらほとんど本だ、本。私の好きな作家さんはね、皆さん知らないかもわからないけど、うん、山内ひとみさんっていう方がすごく読みいいのね。週刊新潮に毎週毎週コラムで出てたんだけど、うん、28年ぐらい続けてお休み一回もなかったの。自由価格、なんかその外見とかじゃなくて才能がすごい人もいっぱいいるからさ、結局魅力ってトータルバランスだなって思うよ。じゃあその人のアドバンテージだね、微妙がなかったっていうことは、うん、そう、それで最後の、うん、あの単行本の小説の題が、うん、美貌だけが手に入らなかったっていう題にして、かわいい。何？ちっちゃい。
すごくないこれ、なにこれ、蜂蜜、ペパーミントじゃないの、ちょい蜂蜜、かわいい。占いっていうことが昔ってまるでなかったのね。人を占うとか誰かに占いに頼りたいっていうことはとってもお時間があまり過ぎてるんじゃないかなと思う。だって占いだってお仕事でなさってんのよ、その方たち。その方にお支払う金額もったいなくない？なんかお洋服1枚買ったり、なんか美味しいもの食べた方がいいじゃない、その分として。だから自分を信じて、私は大丈夫、私は間違えてないって思ったらもう大丈夫よ。それで素敵なお洋服1枚買ったら、いろいろある占いって、その歴史の古いものとかで、占星術ってなんか占いってよりも昔は心理学、占いっていうその分類じゃなくて学問だったのって。占星術、星に基づいたなんか運命の分岐みたいなのを心理学として扱ってたことがある。エンタメとして楽しむのはいいと思うんだけど、あ、そうそう、楽しい、面白いっていう気持ちで見るのはいいと思うけど、依存したりとか占いを信じすぎるとか、良くない結果言われた時になんか怒っちゃう人とかいるの、ぶち切れちゃう人。でそういう人は占いは見ない方がいいと思う。でパパの最大の親孝行はマリアと妹を産んだことだと思う。だってさ、超自慢じゃない？もし自分が親だったらマリアみたいな子供超自慢だもん。あれだけのどん底まで味わって、それでそこまでなったんだから、私も誇りに思ってるのよ。マリアがさ、すごく臆病だってことをファンの子たちが信じてくれないの。度胸があるように見えるって言われるの。でもすごく臆病だったじゃん。分かんない。え、思い出してよ。なんか映画館も行けなかったり。分かんない。本当にジェットコースターも乗れないし、怖いもんいっぱい、あと高いところも怖いし、飛行機も怖いしみたいな。人生なんかそんなもんよ。舐める人と舐められる人、どっちかっつったら舐められない方が生きていくのに生きやすいよね。自分を持つことよね。黙ってたらダメ、自己主張。それがダメだったら違うグループに移る。自分を可愛がった方がいい。ずっと舐められてる舐められてるって自分自身で感じてるなら、もう違う道踏ん切ろうよ。なんかさ、そういう人って大体さ、自分が自分のこと舐めてない？そうかもか。自信っていうのはもう自分でしかないから、私はこうなんだ、私は綺麗なんだ、私は強いんだ、何もできるんだって思っちゃったら勝ちじゃない？思い込むには自分も行動する必要があるよね。根拠がなく思い込める人ってそんな多くないじゃん。自分の経験だと、もともと自分のことをすごいバカだと思ってて、自分が自分のことを、特に高校生ぐらいの時バカだバカだと思ってる。勉強もできないし、なんか考えて決定することもできない。自分の意見もよく分かんないし、人に流されたりこびたりとかしてたから、なんかバカだと思ってたんだけど、ある時受験を決断して、慶応の大学受験あったじゃん。あの時のごめんね、笑っていいよいいよ、もう笑い話になって。だって慶応って出ただけで笑っちゃった。そう、でもあとね15点だったんだよ、合格点まで。すごくない？偏差値30ぐらいからさ。でもまあ今と思ってはもういいんだけど。でその今から行ってもいいんじゃない？行きたくないよ、もう拘束時間無理だもん。学校とか絶対宿題嫌いだし。でその2年間の猛勉強の時に自己イメージが変わったのよ。なんか、あ、私って別にバカじゃない。そんなに変わるんだ。変わった変わった自分って。うん、私何にも変わってないんだけど。変わるよ。自己イメージがまず変わって、全くできなかった英語ができるようになって、喋れるようになって、今一人で海外旅行行けてるのもあの時の勉強のおかげ でそういう真逆の行動が自分のイメージを変えたの。今は自分のことって舐めてないんだけど、その当時は超舐めてたって。だいたいまず自分が先に自分のこと舐めてる場合が結構あって、そしたらじゃあなんでその自分を尊敬できないのかって考えると、何かあるはずのコンプレックスとか問題点が。そう、それが自分はバカだっていう自己イメージだったから、自分の意見がないとか、それを書き換えたことで自分を尊重できるようになると、周りも自分のことを舐めなくなるっていうのがまずある。学生時代で楽しい青春、
楽しかった。だって高校の時なんて本当なんか日向ぼっこできるような中2階のベランダみたいなところでみんなで日向ぼっこしてんの、授業出ないって。そうすると道路前見ると道路、そうすると友達のうちのあのトラックがといやとかって言うと来い、うん、来いよとかって2人でさ塀登ってそのトラックに乗っちゃって授業中に、うん、それでもってそのままぐーっと行ったら日大武山の方通ったら厚夫と高尾を掃除しておばあちゃんの元か元カレの双子で、そう、その時はまだ付き合ってたからさ、厚夫さんって言ったらなんで向こう降りろよっつって降りて、そいつらほうきに本投げてあの喫茶店入ってしゃべくって、青春じゃん。そう、すごい楽しかった。おばあちゃんそのさ双子と付き合ってたエピソードさ、なんでそれ双子同士は知ってたの？知らない。隠れてたの？知ったら大変じゃん。おぶくさって、次高尾がさ明日待ってるってさって、うん分かったってそういう時代楽しかった。全部おんぶに抱っこで生きてきた。だから困った時はパシリ。いないよ普通の人パシリなんて。あ、そう、パシリでおばあちゃんの人徳だよね。ただ使わないから、なんかその代わりお礼はするとこ。当たり前よ、お礼と司会者早めにするの。社会に適合しない、適合できない、そう、働けないとか。社会に適合できないっていう意味がわからないんだけど、どういうの？働けないとか、仕事をしたくないとか、集団に馴染めない、継続ができないとか。だってそれは社会に馴染めないんじゃなくて自分に馴染めてないだけじゃない。社会はウェルカムで待ってるじゃん。確かに、うん、いつでもドア開けて、うんうんうん、働きにいらっしゃい、うんうん、じゃあ社会に馴染むより自分とつながる、うん、そうだね、あの会社勤めが苦手な人はもう経営するしかないね、うん、自分で会社をやりましょうっていう話だよね、うん、集団に馴染めないとかだったら環境を変えるのもいいよね。その集団には馴染めなかっただけで別に居場所があるかもしれないし、一人でもいいじゃん、ね、一人でもいいと思う。仲間がない方が成功する。孤島に行ってさ生活するっていうのもいいじゃん、いいと思うよ。世界って別にいくらでもあるじゃん、東京だけじゃなくて。そうよ、海外だったらもっと安い賃金で生きていけるし、だったらオンラインでも2万とかでも稼げばもうそれで生活できたりして。世界って広いしいろんな生き方あるのに、なんか会社勤めで稼ぐことが正解みたいになっちゃってるところがある、うん、だから考え方を広く持った方がいい、うん、いろんな世界見た方がいいよね、うん、一箇所ダメなら変えればいいじゃん。お友達がたくさんいる人っていうのはそういう悩みが少ないと思うから、友人関係もすごく必要だと思うの。友達いたらさお金なくても助けてくれる、うん、そう性格が良ければ、うん、だから別にお金だけが生活する手段ではないよね。お金ってそうするしかない人が稼いでるんだなって思うよ。アメリカの黒人ばっかり住んでる街、アメリカ、うん、スキットローとか、ハーレムだ、ハーレム、ハーレムね、ハーレムで昨日見た BS でハーレムのニューヨークの125番街かな、うん、が素敵なの、うん、全部道に野菜とか果物とか山ほどあって、それおいくらですかとかって聞いてんの、日本人のカメラ、うん、全部無料だって、うん、どっから持ってくんですか、そこになってる。だから地域で全部そういう畑を作って食べられないハーレムの黒人のために全部無料で差し上げて、またそれで今度は作るっていう奉仕のお返しをしてるわけ。あ、だからさ貨幣じゃないものでギブアンドテイクが成り立ってるんですよ、うん、だからお金が全てじゃないよね別に、うん、助け合いの精神、うん、ギブアンドテイクが成り立ってればそれはお金じゃなくてもいいじゃん、うん、家賃っていうのは家賃を払うしかない人が稼がなきゃいけないもので、うん、だから気持ち一つね、うん、馴染めるか馴染めないか、うんうん、それでなんで社会に馴染めないって自分で分かったわけ。どこの社会かにもよるよね。資本主義社会に馴染めなかっただけで共同社会に馴染めるかもしれないじゃん、村づくりとかさ町おこしみたいな。でコミュニティが違うんじゃないっていう感じ、居場所が。田舎に若い人たちが移住するのをウェルカムしてる県っていっぱいあるわけよ、若い力が欲しくて。だからそういうところも試してみるっていうのはすごくいいと思う、うん、そうするとね、もう本当お家もただ、うん、それで周りの方も親切、うん、その代わり労働を提供する、うんうん、何か提供してればいいってことだよね、うん、だ
提供するもんがないとダメだけどね。うんうん、でその労働力だったり自分の能力とかでいいんでしょ。そう。それをできない人はお金を稼いでお金を提供するしかないよね。そうそう、だからなるだけみんなと違う生活した方がいいと思うよ。でもなんかさ、人と違う自分でありたいっていう意見がもう普通なんだよね。なんかみんなと同じが嫌だっていう意見がもうみんなと同じなんだよね。ありふれてるもん、その個性。もっと違う風にならなきゃいけないの。なんか本当の個性的な人って人と違うかどうかとか考えてなくて、もうなんか人のことも見てない。やってみたらなってたのね。そう、なんか自分のことしか見えてないから好きを追求した結果めちゃくちゃ変わり者になってたりして、結果論として変わってるんだけど、最初から人と違う人生がいいって思ってる人はめっちゃなんかありふれてるな、凡人なことが多い結構。うん、マリアの意見だけど、だって普遍的だもんね。なんか誰かと同じは嫌だっていう意見こそが普遍的じゃない？みんな思ってるもん。だって誰かって誰？なんかなんかもう概念だよね。具体的な誰かを指してるわけじゃなくて、社会に馴染めないとかさ、うんうんうん、そのフレーズに悩まされてるだけよ。あ、それもあるかもしれないね。うん、作られたもんだからこんなものフレーズ馴染まなくていいのよ。絶対みんなグレる時期ってあるの。グレグレる、うん、悪さをしたい時期、もう若いうちに終わらせておいた方がいい。全部終わった、うん、そうそう、だからなんかそのさ、反抗期とかグレる時期っていうのが中学生ぐらいに終わらせておくのが一番健全な大人になってて。でも、うん、うちの息子、うん、3人いるんだけど、うん、あんたたちさ一回もさ、あの何、反抗期ってなかったけどあったのって言ったの。いや、反抗したら殺されると思った力で反抗期をねじ伏せる系。え、あれじゃない、外で、外でやっちゃう。だから外でみんなお友達と、うんうんうん、いろんな悩みってどっかしらのちっちゃなコンプレックスが大きく出ちゃって悩みになっちゃってるわけ、うんうんうん、だからそれを探して自分自身でね、うん、それを払拭してちっともコンプレックスじゃないのよっていう感じ。結構コンプレックスってあの長所になる可能性を秘めてて、うん、なんか自分の例だと一番横顔が嫌いだったの。横顔が超コンプレックスだったんだけど、でも全部整形して結局今自分の顔で一番好きなのは横顔なので、そうしたら一番その人のコンプレックスって一番化ける可能性を秘めてて、だからそのコンプレックスだらけの経営者とか経営者とか子供の頃のコンプレックスを大人になって持ち越してきてるから大成功したりするの。いじめられてたとか。じゃあコンプレックスも才能のうちね。そう、そういうこと、うん、その部分が強化されるから、なんか反転して振り子の原理で超そこがその魅力になったりする。お腹いっぱい。いや、今日めっちゃ飲んだわ。お酒じゃなくてコーヒーを。トイレ行ってきて帰ろうか。うん、いい動画になりそうだ。ありがとう。嫌だな、お客さん来なかったら。お客さん？あ、視聴者？すごいね。もう閉まってるね。え、そうなの？